12月27日水曜日午後4時40分の日本海は風は全くないですね。海にはゆったりとしたうねりが入ってきますが、伸びて伸びてここで割れてますね。インサイドブレイク、こちらも無風でいい感じのうねりは入ってきますが、ここで割れますね。インサイドブレイク、もうちょっとアウトで割れてくれたらいいのになって感じのブレイクです。あ、左側ミドル付近で今割れてたな。今まさに太陽が沈もうとしています。気温は11度ありますね。12月のこの時期で10度超えてるっていうことだけでもすごいですね。風は全くなくて、海には良質なうねりは入ってきますが、伸びて伸びて、あ、今左奥で、おー、割れてますね。ここでテイクオフできそう。テイクオフオンリーって感じですけど、明日どうですかね。干潟はこんな感じです。あ、今ほぼ太陽が山の葉に沈んでいきます。沈んでいます。